トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、予約するなら今、値下げ決定燃油サーチャージということでお伝えをしていきたいと思います。お伝えしますのは旅行会社 JST 航空券担当の後藤です。よろしくお願いします。お伝えしていく順番なんですが、価格設定の仕組み、そして、フライトの、便数、燃油サーチャージまとめという順番でお伝えをしていきたいと思います。まとめの部分ではですね、なんで、今旅行を予約するなら今なのかというですね、ところをですね、一つ一つの事象をですね、検証しながらお伝えをしていきたいと思いますので、動画の方を最後までお付き合いをお願いします。まずですね、価格設定の仕組みということで、航空券しかりホテルしかりなんですが、どういったものが、寄与しているのか、価格設定にですね、そのあたりをちょっと細かくお伝えをしていきたいと思います。こちらに書いてますね、ダイナミックプライシングと、この、言葉お聞き及びの方もいらっしゃるかもしれません。簡単に言いますと、商品ですとかサービスのですね、需要に応じて価格を変動させる仕組みということになりますので、日本語で言うと変動料金制というものになりますかね。料金が価格、需要とかですね、に応じて変更しますよというものになります。このね、ダイナミックプライシングが大きくですね、近代でこう出てきた、一番最初の業界っていうのが、アメリカの多分航空業界になるのかなと思ってます。1980年代ですね、アメリカの航空業界、大幅なですね、規制緩和がありまして、それまではね、航空券の代金はこれ、この、サンフランシスコとニューヨーク間だったらこの金額みたいのをですね、ガチガチにですね、政府とかがですね、こう規制をしていたものがですね、自由、ある程度緩和されて、航空会社が決定をしていいというようなですね、流れになった時に、航空会社で管理できるんであれば、一番ね、いい利益率を取れるような、そういったところをっていうところで、季節ですとかですね、あとは座席の需要とかに影響を与える要素なんかをですね、いろいろとこう、コンピューターに入れていって、プログラミングをしてですね、でそういった開発にすごいお金をかけてですね、どんどんとそういう仕組みを作っていったと。で今ではですね、もうこれがどんどん発展して、最終的にはもう AI の方でですね、そういった大きなですね、今までのデータですとか、あとこれから起こり得るであろうなんていう予測を含めた形で、料金の、設定をしているということになります。ですから皆様も結構経験あるかもしれないんですが、今日の朝と今日の夜見たら、航空券の代金がね、大きく違っていたりとか、そういったのもその時その時のですね、需要とかに合わせてこう料金が変動しているということになります。これはですね、アメリカの航空業界から始まり、当然ね、他の航空業界にも広がっていき、続いてホテルですとか、あとはクルーズとかですね、で昨今ですと旅行会社がですね、ダイナミックパッケージなんていうのを皆さん聞いたことがあるかもしれないんですが、ツアーもですね、その時その時申し込む時によって、そのツアー全体のですね、金額が変わってくるというような、そういう料金変動制のですね、ツアーが結構もう大多数を占めてきているということになっています。ですので、航空券とかホテルのですね、金額っていうのはこういった、ダイナミックプライシングっていうのが働いているんだなというのを一つ覚えておいてください。続いてですね、フライトの便数、これはですね、先ほども申し上げた通り、そういった料金の、価格設定に大きくこう寄与する一つの要因になってくるかと思います。いわゆる供給量ですね、座席の供給量というところで見ていきますと、フライトの便数、2023年の3月から4月になるですね、これからサマースケジュールといわれる、いわゆる繁忙期に向けて、便数がですね、普段でも増えてくるところなんですが、当然ね、コロナがだんだんとね、もう終わったというような、アフターコロナに向けてのですね、便数の増加っていうのもありまして、私たちがね、います中部国際空港のですね、セントレアなんかから見ますと、もうユナイテッド航空のグアム便は週2便だったのが週14便になったりとかですね、名古屋、香港のキャセイパシフィック航空が、
3月末から帰ってきたりとかですね、新しくマレーシア行きのですね、クアラルンプール行きのバティックエアなんかが入ってきたりとですね、まあ、もう今挙げただけでもですね、簡単にもう倍以上の便数になるぐらいですね、まあ、地方空港なんかですと新たに4月以降ですねの便数の増え方というのは、まあ、かなり大きいものになります。で都内でもですね、まあ、羽田とかですね、あとは成田空港なんかも、まあ、便数もこの3月までもどんどんとね増えてきているっていうところもあるんですが、4月以降も日本航空に関して言いますと、だいたい3月から4月への、まあ、フライトの便数の増え方というのは、まあ、22% ぐらい、まあ、供給量が増えるということになっていますので、まあ、まずですね2023年の4月以降というのは便数がかなり増えるということも一つ覚えておいてください。続いてですね、燃油サーチャージです。これは、2022年の2月3月にチケットを購入し発券をした場合の金額というのが今ねこんな状況です、ね、結構ヨーロッパなんか9万4000ですからね、結構高いですよね。これが2023年の4月5月の、まあ、この2ヶ月間のですね、航空券を購入した場合の燃油サーチャージがこんな感じになります。まあ、タイで1万円ぐらい、ハワイで1万4000円ぐらい、ヨーロッパで2万円ぐらいの差があります。これね、大きいですよね。これ1人当たりですから、まあ、家族4人でヨーロッパ行こうなんて言ったらね、もう4人で死にが8万円ぐらいの、まあ、差額が出るということになりますので、当然4月1日以降のですね購入っていうのはだいぶこうチケットがお値打ちになると、総額で見ますとですね、ということもあります。なので最後ですね、まとめに入っていきたいと思いますが、まあ、なぜね今予約し時ですよというところかと言いますとですね、まあ、4月以降便数が増えてきて、まあ、燃油サーチャージも下がってということで、まあ、予約もしやすくなり、まあ、全体的な総額も安くなると。ただ今後ですね、5月になりますと新型コロナウイルスのですね、まあ、カテゴリーがですね、その2類から5類になりますとですね、まあ、今までこう日本の入国に必要だった、まあ、陰性証明とかね、そういったものも当然必要なくなってくるというような、まあ、緩和のニュースも当然入ってくると思います。まあ、そうなった時に、まあ、3年間ね、海外行けてなかった方、一斉の背でこうどんどんとこう予約が入ってくるかと思いますので、そういった意味でも、まあ、ある程度先でですね、もう予定が決められてお休みも取れてみたいな方は早めに予約をしておくことで、まあ、全く同じ旅行の内容を、まあ、一番こうお値打ちな形で抑えておくことができるということが一つ言えるかと思います。まあね、この多分日本に入国する際のですね、こういった規制っていうのがもう全くゼロになった時にバッとねこう、まあ、海外旅行行けるんだっていう機運が高まり、まあ、混み合うってことは十分予想されます。で、まあ、それに合わせて、まあ、当然航空会社でも便数をどんどん増やしていこうとはしていますが、多分その勢いと、まあ、座席の供給のバランスっていうのはまだまだちょっと追いつかない部分っていうのは出てくると思うので、だからこそ、まあ、この3月ですとか4月の頭ぐらいまでにですね、早めにこう9月ぐらいまでの予約が取れればちょっとお値打ちに取れるんではないかということで、まあ、予約するなら今というこういった動画をお伝えさせていただきました。この動画がですね、役に立ったなという方はぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。